乗客と乗員合わせて21人から新型コロナウイルスの陽性反応が出た。カリフォルニア沖で待機中のクルーズ船グランドプリンセス、船には乗客乗員合わせて約3500人が乗っており、日本人4人、乗員1人、乗客3人も含まれています。この件についてホワイトハウスで会見したペンス副大統領は、クルーズ船を商用でない港に入港させ全員の検査を行うことを表明、乗員1100人については船内で隔離されるという見通しを示し、乗客については受け入れ先を検討するとしています。運航会社は9日にオークランドに入港すると発表。またトランプ大統領は、対応はペンス副大統領に任せるとした上で、乗客には一定期間船内に留まってもらいたい、外に出せば感染者数が跳ね上がるだろうと語っており、下船計画に対して強い懸念を示しています。この報道に対しアメリカ人からは様々な意見が寄せられています。複数の米メディアが日本のクルーズ船対応に対して懐疑的でしたが、自分たちが当事者となった今、多くのアメリカ人が船内隔離を現実的な方法だと考えているようでした。Thank you.